はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。国際教育の中でも学校で今働かれていて、いろんなことをされている山田さんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いします。はい、早速なんですけれども自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、現在ですね、聖徳学園中学高等学校という東京都武蔵野市にある学校でスクールカウンセラーとグローバル教育の責任者をしている山田和樹と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田さんが今学校でグローバルの教育みたいなところに携わられている部分のきっかけを聞きたいなと思っていて、はい、海外に興味を持ったきっかけとかって何かあったんですか。海外には興味なかったですね。あ、全く興味なかったんですか。一番最初は、はい、全然なくて、はい、うちの父親は興味があってですね、はいはい、昔からアメリカ行け行けと、まあ、当時はアメリカぐらいしか海外でなかったじゃないですか、うんうんうん、今みたいに多様なヨーロッパに行ったりとかいう時代ではなかったので、はい、完全に聞き流してたんですけど、英語も全然得意じゃなかったし、通常でも5段階2ばっかりだったし、はい、きっかけってなったのは勉強全然できてなかったししなかったんで、もちろん大学受験も全部落ちたんですね。その時に世間の流れに乗る人間だったんで、世間の流れ通りに予備校に通おうかなと、予備校に通う間に卒業してからギャップがあるわけですよね。じゃあこのギャップで何するかって、まあ、バイトするかっていうので、道路交通警備のバイトした。そうなんですね。はい、はい、警備のバイトって1回でも経験した方だったら分かるんですけど、暇なんですよ。あ、そうなんですね、はい、暇だし怒られる。え、怒られる、はい、何に怒られるんですか。まあ、3月ってあちこちでやっててみんなイライラしてる。運転してる人に怒られるっていう。すっごい怒られる。もう日に何回も怒鳴り散らされます。そんな毎日を過ごしてて、はい、ふとあれ、なんで日本人ってこんなに心狭いのかな、はい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 、でその中で単純思考として、うん、あれアメリカとかどうなのかな、うんうんうん、まあ、親父がずっと言われてたってなったかもしれないんですけど、じゃあアメリカ行ってみようかなって、一回見てみたいなと思って、はい、ただいきなり行くのはさすが無理だなって、勉強もできないし、はい、英語も得意じゃないし、働くも無理だな、うんうん、どうしようかな、あ、じゃあ英語を勉強してその後に大学とか行けばなんか、ね、はい、とりあえずアメリカに入れるんじゃないかみたいな単純な気持ちだった。めっちゃハードル上がりましたけど。でもその選択をしたわけですね。家帰ってうちの母親に話していきなりアメリカ行きたいんだけど、まあ、何言ってんだこいつだと思うわけですよ。昨日まで行かないと海外なんか行くかとか言ってたのに、こういう理由です、うん、まあ、母親が翌日か翌々日に、はい、たまたま新聞に英語を勉強して、はい、さらに海外の留学も斡旋してくれるっていう学校を見つけてきた、うん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 、あ、そうなんですね、はい、そんな学校があるんですね。日本外国語専門学校、はい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 、米国留学科っていうところなんですけど、そこは学校として通ったら大学の入学までをサポートしてくださるみたいな。そうですね、入学というか送るところまで、ね、そこで1年分の単位も定型内だったら取れるので、え、そうなんですか。それを持って行って定型大学内だったらそれも全部移籍できるので、2年生から入れると。あ、じゃあいわゆる編入学みたいな。編入学、そうですね、編入ですね。今まで学校で通知を5段階で2だったじゃないですか、はい、その学校に行ったら成績上がりました、ね、いや全然上がらないです。まあ本当自慢じゃないんですけど、勉強が嫌いで嫌いでしょうがなかった、うん、だから夏期講習もほとんど出なかった出なかったっていうか、まあ言ったら、ね、悪い人間の下のやつもやっぱりいるので、あの麻雀行こうって誘われたりとか、麻雀行こうって言って、まあ行くかって言ったりとか、はいはいはい、で授業中は寝てるとか、そういうような。あ、そうなんです。実際その専門学校で学ぶのは基本的には英語だけなんですか。英語もやりますし、1年分の単位の移籍できるのでエコノミックとか、マスとか、うん、はい、サイエンスとかもやるんですけど、じゃあもう普通に学校で、まあ、大学の1年生で学べる基礎情報みたいなのは学ぶような感じなんですか。それも学ぶっていう感じですね。なるほど。で1年行ってそのまま定型校であれば入学試験受けて受かるみたいな。いや、 やっぱりトフルとか取らなきゃいけないので、はいはいはい、トフル、まあ、もちろんそのまま取るわけないじゃないですか。そもそも、ね、トフルがある日にも前日徹夜して行けなかったみたいなことなんで。まさかの実際それでトーフル受けたんですか。受けなかったです。え、どうしたんですか。だから勉強できないやつが漏れなく送られる大学がある、強制収容所みたいな。そこに行って英語を勉強しなさいってことなんですけど、はいはいはい、そこに行かされました。そこで、まあ、2年から編入学みたいな形でアメリカ。いや、それも英語学校なんですよ。やっぱり英語ができないと本科に入れないので。そこは語学学校ってことですか。語学学校ですね。大学の中の併設の ESL なんです。ただ、はい、全員日本人、全員同じ学校、はい、先生だけアメリカ人。そういうことか。
じゃあもう英語でつまずいちゃった子たちが集まるところが来たってことですね。その専門学校の時は何段階かのコースに分かれてたんですけど、はいはい、学校はそのコースが全部なくなって入れられるみたいな、うん、オルドアソンブローダスっていうウエストバージニア州、はい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 、まあ、今は違うかもしれないですけど当時はそんな感じでした、はい、1年専門学校行くじゃないですか、はい、1年行ってそこ、まあ、一旦卒業みたいな形でアメリカにある語学学校に行くわけですね。そうですね。実際そこどうでした？どれくらいいらっしゃったんですか？そこは半年しかいなかった、はい、半年でさすがに英語力は伸びました？いや伸びませんあそこだった結局足を引っ張り合いなんでだから、はい、なるべく日本人コミュニティと離れたかったんですけど、はいはい、どうしてもそういう世界だから離れられないじゃないですか。もうこれダメだなと思って、はい、半年後に、まあ、違う大学に、はい、移籍したんですよ。はいはいはい、はいはい、そうなんですね。え、じゃあそっから違う大学の語学学校に行ったって感じですか？はい、あ、じゃあ次の行ったところはもう日本人あんまりいなかったんですか？それはマーシャルユニバーシティっ ってウェストバージニアの大学、はいはい、同じ州内なんですけど、うん、一番大きいのが WBU ウェストバージニアユニバーシティってところなんですけど、はい、その次に大きいのが州立大学のマーシャルユニバーシティってところで、はい、そっちの方に行きまして、うん、そこは結構良くて、あの語学学校も3段階に分かれてて日本人はそんなにいなくて、じゃあそこでようやく英語力がついた。そこで英語を話していろんな人とコミュニケーションと楽しさは本当に。なるほど。そうか、今まではやっぱり日本のコミュニティが抜け出せないことによる英語を学ばなくていいっていう環境からさすがにそこには、まあ、ただ英語の勉強してなかったコミュニケーションが好きになったってことですね。コミュニケーションは好きでした。だから会話ばっかりなるほど。え、でもそれでもちょっとずつは英語力は上がりますよね。上がってたんですかね。どうなんでしょう。そうなんですか。そっから大学ってどうやって入っていくんですか？授業のテストのスコアとあと先生との面接で。じゃあその時は大学2年に編入されるって感じになるんですか？で、定型外だったんで日本で取ってた単位って移籍ができなかったんですね。あ、そういうことか。ただ、はい、交渉とか好きなんで、はい、交渉したら学部長が OK したらどうやらアメリカはいいっていうことになって一つ一つの学部に自分の単位を見せに行って、はい、教科書を持って単位を認めてくれって言って全部なんで全部すごいな学部長にわざわざ行き その労力すごいかったですね無駄にしたくなかったですからね1年そうか、だから、はい、できる限りその短縮をするために交渉しに行ったの。そうです。でもその英語力はもうついたんですね。気合と根性テクニックじゃないと。テクニックではない面白いな。でもやっぱりツケは払って全然やってこなかった。だから当時は英語がするために英会話本みたいなのあるじゃないですか。それはもう枕元にもう夢とか英語なんですよ、ね、だからパッて目覚めて見て、はい、あ、こういうんだってまた寝てみたいな生活やっぱり月は払うんだなっていうのが面白い。でもそこまで本気だったってことですね。まあ生きていけないんでやっぱり英語の世界だからはいはいはい、はい、もう結論英語の授業じゃないですか。え、その3年間大丈夫でした？もういやダメでしたねまあ本当にね、うん、勉強が大嫌いだったんで、まあ、大学入ってもほとんどしなかったんですね。でも最初のうちって結構やれてた。はい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 。成績は日本の単位が認めたのが成績良かったんで、はいはいはい、まあ、日本人が先生だから負けてくれたかとかしないでもその GPA がどん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 下がって、はい、最後は大学からお手紙もらって、はい、お前これ以上悪かったらあのキックアウトする。キックアウトするってあるんですね。あります。いくつだったかな、 GPA のいくつかを超えないと大学3年生の中で足切りされちゃうんですよ、うん、そうなんだ、はい、あ、だから卒業するのが難しいみたいなことも言われる。まあそうですね。じゃあそれでどうしたんですか？さすがに走馬灯のように親の顔とか浮かんでくるわけじゃないですか、ね、何百万って投資させて何も持って帰れませんでした。もうこれありえないなと思って、うん、そっからもう必死にやりました、ね、ようやくそれで火がついたんですねそうですね。ちなみにアメリカの大学って楽しいですか？最初は苦痛でしかなかったんですけど、うんうん、やっぱり勉強しだすと楽しいですよね。あ、勉強が嫌いってここまでやってきたのに好きになる時が来たんですね。まあそうですね、日本は結局覚える授業じゃないですか。向こうの場合やってきて当然ディスカッションとか進んでそれに参加できるようになってくるんですよ、ね、はい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 、何言ってるか分かるし勉強してるからはいはいはい、はい、そっか、しかも事前に予習もするから話すことも増えていくと。増えていく。でチャレンジもできる。はいはいはい、みんなの前でなんか喋って、まあ、やっぱ緊張するじゃないですか英語だし。でもそれやった時の達成感もあるし、はいはい、
結局何ってか分かんなくても向こうの人は発言したかどうかが結構大切なんで、それでも認められるみたいな。なるほどね。あいつただ座ってるだけじゃねえ、結構発言するんだ、はい、そうすると友達とかも、はい、アメリカ人の友達つくの結構苦労したんですけど、はい、それやったら向こうが話しかけてくれるんですよ。そうなんですね、うん、大学は卒業できたんですよね。あ、それできました。もうストレートで行けた感じですか。1年目は英語学校だったんですけど、うんうん、トランスファーできたのと、あと夏の授業を受けたら単位が取れるので、うん、あ、そうか、サマースクールみたいな。サマースクール、それで単位を早くしてちゃんと日本と一緒に22歳の年で卒業して、はい、すごい。何学部で。心理学部。あ、そこはもう心理学部だったんですね、はい、心理学部の普通の一般心理学科。うんうん、はい、あ、そうなんだ。なんで心理学部に行こうと思ってたんですか。勉強嫌いの割には本は好きだったんです高校遠かったんで、はい、電車の中で本読むか漫画読むかぐらいしかなかった、はいはい、で本読んでて、当時スクールカウンセラーっていうのが結構ブームだったんです、うんうんうん、それで興味持って。え、それはアメリカでってことですか。日本で。それ日本で。あ、そうなんですね、はい、アメリカでもあのスクールカウンセラーいらっしゃったんですか。アメリカはもう昔からずっと、もともとアメリカでそういうのがあるって言って日本に導入するとかで走りだったんですよね、はい、そういうことだったんですね、はい、ありがとうございます。この動画ではあの山名さんが海外に興味を持ったきっかけっていうところと、アメリカに大学進学してどういう生活を送ってきたのかみたいなところをお聞きしたんですけど、この次の動画では大学卒業してどういう選択を歩んでいったのかみたいなところをお聞きしたいなと思ってます、はいはい、じゃあ本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。